はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は岩波残留国内移籍も今後の岩波を考えてみようということでね、びっくりだよねこれね。アルサッドへの移籍が、まあ、前提としてねキャンプに参加していなかった岩波なんだけれども、しかしここに来て、まあ、急転直下残留キャンプ参加してねえけどっていうところにはなってきますが、しかしまあ個人的な妄想のとこも含めて言うと国内移籍が今後あるかもしれないなっていう感じが、しておりますが、さあそんな岩波選手の今後について考えていこうということでございまして、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーガー浦レッズや九州勢を中心として動画を作っております。で、今年に関しても浦レッズは全試合レビュープレビューの方やっていこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょうかね。こちら岩波残留へと書いてますけれどもね、まあ、まずお帰りなさいというところになってきますけれどもね、まあお互い気まずいですよね。まあ岩波選手からしたらね、まあ移籍前提でキャンプにも参加していなかったんでね、そこで帰ってきてうわーなんか気まずいなって感じが、なんか頑張ってこいよ岩波、海外でも頑張れよって言われて、俺もやってくるぜって感じで出て行ったのに、あすいません、あの移籍まとまりませんでしたみたいな感じで帰ってくるのもちょっと気まずいのかもしれませんけれどもね。しかしまあまずは本当ねお帰りなさいというところにはなってきますよね。でただしまあ現状はセンターバックの4番手になる可能性が高いですよね。まあ4番手5番手分かりませんけどもね、まあやっぱりホイブラーテン選手の獲得も発表されてますし、でやっぱショルツ選手もいるということで、多分今年のメインはホイブラーテンとショルツの2センターバックが浦レッズはベースになっていきそうですよね。であと控えの選手、まあ知念選手とか犬飼選手とか、この辺に関しては多分キャンプでしっかりスコルジャ監督のサッカーというの学んでいるはずなんで、戦術理解度という意味でやっぱ知念とか犬飼選手の方が今は一歩リードしているのかなっていうのがありますんで、本当ね新監督のもと、キャンプを過ごせなかったら相当痛いと思いますんで、まあ、そこはやっぱりここ数年間、ね、岩波選手も浦レッズを支えてくれた選手にはなってきます。本当怪我なくねあんだけの試合に出てくれたというのは本当ありがたい存在にはなってきますしね、やっぱり岩波選手って批判されがちではありますが、ただやっぱりこうね、浦レッズというのはここ数年間守備が特別崩壊、ね、していたわけでもありませんし、ってことを考えるとやっぱり僕は岩波選手って若干過小評価されがちな、選手なのかなと思うわけなんですよね。でまあそれでもやっぱりなかなかね厳しい現状は、やっぱキャンプに参加できなかったというのはやっぱこうスコルジャ監督ももちろん映像で岩波という選手がどんな選手か分かっていると思うんですけれども、しかしまあやっぱり厳しいですよね立場としてはですけれどもね。でまあ、メンバーのね、まあ、センターバックの枚数に関しては、まあ、2センターバックシステムなんで、まあ、5枚いてもいいのかなってのはあります。これが3バックのチームであればね逆にもう1枚欲しかったとかしますし、まあ4枚、センターバック4枚というのは若干不安な、ね、部分もありますんで、やっぱ5人は欲しいというところだったんで、まあこの、ね、メンバーセンターバックの枚数に関しては特に問題はない。岩波選手が残っても、まあ、別に、ね、過剰な感じもしないですけれどもね。ただしね、本当に残留するかどうかですよね。まあ、さっきも言った通り浦レッズホイブラーテン選手を獲得していて、で多分ねホイブラーテンショルツが今年のメインにはなっていくでしょうしね。でまあだから岩波選手の出番が減るのは正直間違いないから、まあターンオーバーしながらうまいこと使い分けるということも可能性としてはねゼロではないと思いますんで、まあ全くね出番がないわけではないと思うんですけれども、ただし昨年のような、まあ、絶対的なレギュラー選手じゃなくなるというのと、もしかしたらベンチ入りもちょっと厳しいというのが現状かもしれませんけれどもね。でまあ、あとだからね、浦レッズというのは今年は2センターバックで結構、守る場面というのが増えるみたいですね。まあ、いろんなキャンプの、まあ、取材とか、そんな話とか聞いていると、まあ、結構サイドバック、両サイドバックが高い位置を取って、そこで、まあ後ろは2枚で守るみたいな局面が増えるというのと、まあ、実際に、まあ、センターバック2枚で守るみたいな練習もしているようなので、まあ、この、ね、場面の想定としては、まあ、2センターバックなんとか、頑張ってくれっていう結構前がかりなサッカーにはなりそうな
なんですよね。まあ、そういう感じでちょっとディフェンスの戦術のところが昨年と変わる部分がありますんで、本当キャンプに参加できなかったのは痛いという感じがしておりますけれどもね。で、まあ、途中でもちょっと話したかもしれませんけれどもね、まあ、やっぱ岩波選手に関しては、まあ、ちょっと批判されがちな選手にはなってきますけれども、ただしね、Jリーグ全体で見るとディフェンダーって言えば人材不足なんですね。特にまあ日本人のセンターバックで言うと、今年、まあ、昨年か谷口選手とか岩田選手が移籍して、やっぱりこうね、センターバックは日本人は人材難になりつつある。これサイドバックも一緒ですよね。やっぱこういろんなチームの選手とか見ていると、なんかこう突出したセンターバックというのがいなくなっている感じがしますんで、まあ、そういう意味では結構、ね、岩波は移籍市場に出回れば、まあ、人気銘柄になる可能性も僕は、ゼロではないのかなと思うわけなんですよね。こうホイブラーテン、ショルツがいて、犬飼1年がいて、でちょっと今年出番が減るのであれば、ちょっと岩波選手も、まあ、移籍を考えるであろうと。でもし岩波選手が、まあ、ちょっと今年出番が、少なくなるようであれば、ちょっと移籍をしたいと考えた時に、そこでオファーが来ても全然おかしくはないと思うんですよね。でまあさっきも言った通り、本当センターバックが人材なんで、特に柏レイソルとかはね、本当ディフェンダー獲得したくてもなかなかうまくいかないとかね、あと札幌が馬場選手ですね、東京ヴェルディから馬場選手を1億円以上の、まあ、移籍金かけて取ったみたいな話もありますんで、本当 J1 ってそれぐらいね、まあ、J2、まあ、馬場選手に関してはちょっと J2 でも抜けた選手なんで、1億円の価値はあると思うんですけど、ただやっぱ一昔前で考えると、まあ、J1 で実績のない、J2 のセンターバックに1億円というのをなかなか考えづらかったというのはあると思うんですよね。それぐらい本当 J1 って特にセンターバックが不足していてね、でそんな中でやっぱ岩波選手みたいに、まあ、浦レッズここ数年間怪我なく、支えてくれた選手、そんな選手が移籍市場に出回ればどっかが取ってもおかしくないと思うわけでございますけれどもね、まあ、だから残留へって書いてますけれども、もしかしたら、ね、出場機会を求めて、まあ、今開いている移籍市場か、もしくは、夏場に移籍する可能性もゼロではない感じがしておりますしね。で本当どっからオファーが来ても不思議じゃないんですよね。谷口選手が抜けて、さらに3バックも視野に入れてる川崎であれば、これは獲得に動いてもおかしくないかなってのはありますよね。でディフェンダー不足の後は、レイソルとかヴィッセル神戸、この辺が動いてもおかしくないというのがありますんで、本当ねどこのクラブが岩波を狙っていておかしくないっていう感じがしますんでね、これはね、まあ、移籍市場に出れば岩波選手も移籍を考える可能性も、ゼロではないと思いますね。でただし、ま、個人的にやっぱ、残ってほしいんですよね。やっぱ岩波選手に関しては、僕、本当彼が10代の頃から、好きな選手で、世代別の日本代表の時からね、好きな選手になってきますんで、本当浦レッズに来てくれた時は嬉しかったんですけれどもね。で、まあ、そういうのもあるんで、本当ね、個人的には残ってほしいんだけど、ただしね、今の浦レッズに残ったとしても、じゃあどんだけ出番があるかどうかわからん。本当不透明なとこが多いんで、まあ、オファーは来ると思うんです。本当さっきも言った通りね、3バックをするのであれば、ちょっとセンターバックの枚数的にもう1枚欲しいと思っている可能性が高い川崎とか、あとはディフェンダー不足。本当ね、レイソル、センターバックどうすんだ問題がやっぱりありますんで、レイソルとかね、あとはヴィッセル神戸、この辺が動いて、まあ、全然おかしくない。ただヴィッセル神戸に関してはフルスなんだけど、どうなんだろう。ヴィッセル神戸から浦レッズにね、岩波選手やってきてね、で神戸ね、どうサポーターの心情とか、クラブの関係者としてはどういう気持ちなんですかね。まあやっぱりね、岩波なんでうちのアカデミー出身の選手がみたいなとこもあるかもしれませんし、サポーターのやっぱこれ移籍って出ていく時のあれって結構大事ですもんね。心よくね送り出してもらっていればいいんですけど、その辺がちょっと分かんないんですよね。まあ、岩波の出て行き方がどうだったのかとか分からない部分もありますが、ただしね、そういうの取っ払って単純にまあ戦力的にはセンターバックヴィッセル神戸も足りていないんで、まあ、そういういろんな事情を取っ払うと、まあ動いてもおかしくないのかなという感じがしておりますけど、さ、浦レッズ、ね、岩波選手どうなのか今後非常に注目でございますけどもね。はい、ということで以上でございますけども、いやーどうなるか岩波ですね。いや本当まず帰ってきてくれるのであれば嬉しいですしね。まあさっき僕もセンターバックの、まあ今は4番手とかね、そんぐらいの話をしたんですけれども、ただやっぱり持ってるものというのは十分これスコロジャ監督のサッカーに合う、まあフィード能力のところに関しては、まあ一発でサイドチェンジのパスを入れることができるんで、まあ単純な守備能力で言うとやっぱホイブラーテンとかね、ショルツがもちろん上なんですけれども、ただ岩波は
やっぱこうフィード能力がある選手で、結構今年の裏やつはサイドチェンジとかもやっていくらしいんで、そこで強みを出せる可能性も、ゼロではない感じがしますしね。まあしかし本当このね ACL 岩波選手のおかげで勝ち上がってきたっていうのももちろんあると思うんで、やっぱそこはね岩波選手と優勝したいなっていうのは僕の中でもありますんで、いや本当もし残って、浦和レッズのために戦ってくれるのであればね、僕も本当一緒に優勝した選手と思いますんで、そこは期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということで以上でますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら。